あ、始まりました。すごい声だ。4月7日、時刻は22時41分3秒4分5秒になりました。聞きトラブルが発生し、こんなに遅れてスタートしてしまいました。ごめんなさいね。竹下ジェットシティ MC、マトです。よろしく。ヘイヘイヘイ。さあ、それでは、どうぞ。はい、皆さんこんばんは。もう40分も遅れてる間に半分寝かかりましたけど、無事に始まってよかったです。ん、今日もよろしくお願いします。クリオネです。なん、寝かかるってどういうこと。僕が一生懸命でも今4秒ごぼうって言ってた。ごぼうって言ってた。ちょっと喉が大丈夫ですかね。頑張ります。というわけでクリオネさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、次の方どうぞ。はい、嘘をついてました、うん、はい、あのフェイスブックであんなに反響があると思ってませんでした。キメキチことキミパワーソウルです。よろしくお願いします。はい、なんかすごかったらしいですね。びっくりしたね。うん、元はといえば、あの言い出しっぺは私で、うん、エイプリルフールの話なんですよね。そう、エイプリルフールの話で、うん、そう、実写でやりますって今日4月7日のこの放送はもう僕たち3人が、はい、あの、うん、実写で、はい、竹下ジェットシティをやると、そうそうそう、いうエイプリルフールの嘘情報を流したんですよね。そう、はい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 、うん、ただ、最終的に、うん、リーチ数が3000超えたの。何なんですかね、本当にね。わかんない。びっくりした。そんなに見たいのか、みたいな。実写って微妙だよね。実写版とかっていうのって、なんか、うん、他の人がやったりとかするじゃない。あ、だからまあ実写っていう意味で言えば、まあ僕たち自身が出てってことですよ。僕たちが出てってことですからね。うんうん、イケメキの最初の発想でも違ったんだよ。あ、そうなの。私の役を誰がやるとか言ってた。あ、そうなの。俺はもう出る気満、うん、俺が自分が出る気満々でしたからね。あ、そうか、出る気満々だったのか。俺はもう俺が出てもらう、俺の役を誰がやるみたいな感じで僕がやりってか、どっちとも取れる感じだから、本人が出ますっていう意味にも取れるし、ね、誰かがその自分たちの代わりになんか出るみたいな風にも取れるし、なんか意味がわからない感じだから、嘘だからなんか面白おかしくやって。あ、なるほどね。そう、私たち3人とピーちゃんも実写で出ます。ピーちゃん本当のインコでしょ。本当のインコを出す、うん、微妙な絵面だよね、もうね。本物のインコに向かってカメラを向けて もうキョロ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 しちゃう形になるわけでしょ。まあまあ、でも反響があって面白かったですね。うん、面白かった。うん、ね、なんでか楽しみにしてますって言われたのはそういうことなんだなと。もう最初何のネタを言ってるかが知らなかったんで、あ、後から知ったんですよ、実写版っていうのを。うんうんうん、だよね、言わなかったもん。そうです、そうです、はい、そんな感じで、スタートしました。あ、4月7日、平常通り、いやむしろ平常よりいつもより遅れてスタートしまして、セカンドライフのスタジオからアバターの僕たちがお送りする、そんなそんな番組でございます。はい、今日もお付き合いください。さあ、そして先ほどもらった Q シートを開かずに、僕は今ずっと喋ってたことに気がついて、これかな、よいしょ、はい。さあ、それではですね、この番組のスポンサーのご紹介でございます。この番組の提供はジャバラエステート、アズール、キャンディネイル、ミスバーチャルワールドオーガニゼーション、ザ・ベスト・オブ・エスエルマガジン、ディオネファッションエージェンシー、ビートックス、モンソ、以上の提供でお送りいたします。順番間違えたのに気づいたかな。今日もよろしく。よろしくお願いします。
や今日はね、俺も結構焦ってるよ。お疲れ様。本当焦って。でもよく意外と短い時間で解決できてすごいなって思いましたよ。なんかでもね、こういう感じのトラブルがこうバタバタバタって入っていくとこう、うん、全く気が休まらないまま、はい、入っていってるんで。そうなのか。そうそうそう、だいたい番組始まる前になんかこうちょっと一息ついてじゃあ前説みたいな感じなんですけど、うん、もうこれでもさっき、うん、テストで土地のね音声流しながらやって、それがもう前説になってましたから、ね、途中からね、はい、うんうん、休む暇もなくということで今日押してるんで、まず今日のトークテーマなんですけども、はい、こちらでございます。もう新入社員もね会社に入ったりとか入社式が終わったりしました、飛ばし飛ばしでいくと思いますけど、はい、本日のテーマこちらでございます。こちらドーン、仕事でやらかしたこと。えい。まあ新入社員のね、もう期待に胸を膨らませ、不安に胸を膨らませ、こう社会人になって会社にね初めてこう出社したりとかしてるわけでしょう。うん、ね、ちょっとしたらね、あともうちょっとしたらやらかせますから必ずいろんなことを。うん、でもそういうことをね、やらかしても大丈夫な、平気なんだよと、僕たちはこんなに今までやらかしてきたんだっていうことをつまみでつまみつまみでお送りしますんで。はい、ということでテーマだけここでボーンと投げといてオフィシャルスポンサーインフォメーションいきましょうか。それではいきましょう、はい、オフィシャルスポンサーインフォメーション、はい、さあそれでは参ります。まず最初のオフィシャルスポンサーはこちら、モンソー。さあそれではモンソーからの情報です、よろしく。はいはい、行きたいんだけどちょっと待って、どこに行きたい、行くがいい。どこに行きたい？あ、よし、オッケー。はい、すいません、ちょっと SL が重くてね、うん、なかなかノートカードが動いてくれなかったんですけど、はい、じゃあ行きたいと思います。はい、はい、モンソより新作ヘア2点をご紹介します。はい。はい、Uber で発売になりました。こちらのヘアは、イムナ。2017年6月28日に日本でもデビューするモルちゃんが大好きな韓国アイドルグループ TWICE のイム・ナヨンさんをイメージして作られました。メルモさんよろしくお願いします。 URL の方出してください、はい、本物の見たいと思います。イムナさん、イムナさん、イム・ナヨンさん、イム・ナヨンさん、すごいよね、目様すぐ出てくるもん ね、 すごいよね、職人ですからね、うん、あーなるほど、あ、可愛いじゃない、あ、ね、あ、すごい、ちょっとアバターのこの、ポップに似てる、そうね、ちょっと目のこう離れた具合とか、あれ待って、画面が出てこないから出しました。え、あなた見ようとして、今見ようとしてたの？重い年いってるのに、これあれなんでネット上にはなかったからわざわざリーナちゃんが用意したの。ああそうなんだ、すごい、うん、はいどうぞ。はい、プルプル、はい、プルプルに巻いて流した前髪がキュートなツインお団子ヘアです。ぴったりまとめてしまうのではなく、わざと出した遅れ毛にカールを入れることでクラシカルな女の子らしさのあるヘアになりました。うん、ポップなイメージのファッションにもクラシカルなお嬢様ドレスにも合うヘアスタイルです。うん、編集で装着位置を調整できるので様々な頭の形に合わせやすくなっています。うんうん、はい、こちらがそうですね、次の部屋に行っちゃっていいのかな。このね、装着位置が調整できるのはありがたいですよ、すごく。あうん、リクドになっちゃってると動かせないから、うん、ね、これはいいですね。なるほどね。お、入れた、かわいい、ね、でもトワイスが日本でデビューするんですね。ね、そうなのね。なんかここで結構聞いてるとなんか知った気になる。そうね、知った気になるよね。なん
なるなる。あのなトワイス知ってる知ってるとか言っちゃいそうだよね。ね。じゃあ次行きますか。ね、はい。では続いてご紹介するこちらのピザはフェイメッシュドで発売になりました、うん、たっぷりと取ってシャギーを入れた長いフロントヘアが目を引くちょっと変わったスタイルのポニーテールです、うん、はい、本日はディオーネモデルのしのぶさんに実物を着用していただきました。わかりました。それではしのぶ上がってもらいましょう。こちらでございます。こちらが出ていらっしゃい。あ、また男性だ。イケメン。イケメンだ。すごいな。ウィズビーみたいな感じですね。すごいわ。あ、かっこいい。なんかちょっと侍的。そうね。うん。色っぽい。そうか、ね、男の人もありなのね。ね、全然両方ともいけますね。侍、うん、ヘアだね。またしのぶ見せるね、いいところも、ね、かっこいいな、でもこれ。かっこいい、これ、うん、ね、はい、しのぶも、まあ、こういったね、男性アバターで、うん、着用してくれてますけれども、はい、実は、ある男性の髪型がモデルなんだそうです。え、はい、今見た、はい、なんか日本語と英語とポルトガル語とスペイン語などを駆使したヘアメイクアップ動画を公開してる人気 YouTuber キサさんのヘアスタイルを見せられた。はい、だから男性のヘア。そうなのね。なんだろう、全然女子でも OK だね。でもね、うんうんうん、女子でも可愛い、うん、はい。で、女の子がベーシックにつけるのはもちろんいいんですけど、うん、男性がつけるならそのキサさんの得意とするマリリン・マンソン的なロックテイストに着物に合わせればバサラ風にと。なるほどね、はい、女性も男性もさまざまなイメージでつけられそうなヘアスタイルです。なるほどね。で、こちらも編集でそのポニーテールの装着位置を変更できますので、うんうん、額の生え際の感じや顔へのかかり具合などそこもまあ細かく調整して綺麗につけることができるようになってます。うんうんうん、はい、いいなこれ。いいね、かっこいいねこれ。うんうん、俺も変えようかな。買っちゃいなよね。買っちゃいなよ、買っちゃいなよ。はいはいはい。でこちらの髪型のヘアカラーの展開はブラック&ホワイト、ブラウン、ブロンド、ミックスド、ポップ、レッドのパックでそれぞれワントーンカラーのフルカバー、うん、根元が暗い色にしてあるシャドウルーと、うん、手先に明るくヘアカラーを入れたオンブレとさまざまなバリエーションが入っています。一般会場で発売中のものはイベント開催期間が終了しますと本店発売に変わり、お値段が変わりますので、ぜひ開催中どうぞ。なるほどね。はい、そうですよ。なんかケメキシの声が途切れてますよね。ん？でもさっき途切れてなかったね。ちょっと途切れてる感じが。途切れた。うん、私途切れてない。私は途切れてないと思いますよ。はい、なるほどね。今会話が噛み合ってるようで、はい、全く完全なすれ違い、全然噛み合ってなかったですよね。俺に言わせればだからどうしたぐらいな感じに言われて、いいですねこれ、素敵ですね。かっこいいです、うん、男性も女性もいいと思います。以上ですか。はい、以上です。はい、これぜひ買っていただいてね。こういう感じの、これポニーテールって言うんですか。一応ポニーテールじゃないの部類に入るんですかね。やっぱそうか、部類に入る。わかりました。素敵な部屋なのでぜひ買ってみてくださいということで、以上モンソからの情報でした。そしてモデルはディオーネのしのぶんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。相変わらずしのぶん男アバかっけえな。セクシー、うん、
さあ、それでは続いていきましょう。続きましてのよいしょ、続きましてのスポンサー情報はこちらでございます。ジャガラエステート不動産情報、はい。それでは参ります。よろしく。はい、ジャバラエステートから今回はたっぷりプリプリムのシム丸ごとレンタルのご案内です。はい、はい、ジャバラエステートでは自由度の高い環境づくりをしたいという方に最適なホームステッドシムのレンタルを行っています。ワン、うん、シム1シムですねという余裕のある広さとたっぷり使えるプリムで ご自分の好みに合わせた空間作りをお楽しみください、はい、またプライバシーの面での不安もシムすべてが自分だけの空間となる丸ごとレンタルなら安心です、うん、ご希望のシム名を用意していただいて場所のご希望があればそちらも加えてお申し込みください、うん、お申し込みがあり次第準備いたします。いいですね。価格ですが、はい、価格は1シム 65,536 平米 5,000 プリム、3ヶ月契約ですと1ヶ月あたり 17,000 円、うん、6ヶ月契約ですとお安くなりまして1ヶ月あたり 16,000 円、うん、そして1年契約ですともっと安くなりまして1ヶ月あたり 15,000 円となります。初期手数料は賃料の1ヶ月分になっております、うん、しかしながらですね、もちろんもちろんこれのこれの SLTV 特典もあります。イエーイ。契約時に SLTV で見ましたと言っていただければ、うん、賃料1ヶ月分の初期手数料が免除となります、うん、ぜひぜひこちらの特典も活用してみてくださいね。ただしホームステッドシムについては金額が大きいということもございますので、うん、6ヶ月以上の契約をされた方に適用となりますのであらかじめご了承くださいませ、はい、ですから6ヶ月以上ですよ、はい、またジャバラランドアトランティスに連結を希望される場合は、はい、シムのコンセプト今後の展開など審査の上決定させていただきますので、うん、こちらもご相談ください。すべてのお問い合わせに関しましてはジャバラジャニングスさんまでお願いいたします、うん、以上です。はい、これ最近ほらなんかプリムが増えたりとかさ、そうですね、しますからね、はい、さらにパワーアップして遊べますからいいですよね。そうですね、はい、ホームステッドも5000使えるんですよね。すごいよ ね、 すごいね。多いいいなぁ。え、あのフルシムが、うん、レギュラーサイズのフルシムはね、うん、いくつだっけ、前15000、あれ前15000だったでしょ。え、25000じゃなかった。え、前は15000だよ。え、前15000だったっけ。そうそうそう、もう忘れちゃった。今はなんか2万だっけ、なんだっけ、なんかそんな感じだよね。ご縁がないのでちょっとわかりますけれど、はい、前は1万5000ですよ。ああ今はもっと上がってます。そうなんだね。ああそう、1万5000、はい、でもね前はね、うん、でもなんだっけ、私メインランドに住んでおりますけれど、うんうん、普通の土地でも上がったのね、ささやかな土地でも、ささやかな土地でもね、プリムが増えますから、ね、すごいなって思いますよ、うん、いいね、全体的に持ち上がったんだよね、うん、そうそうそう、全体的に持ち上がってるから、うん、もうささやかな土地をお持ちの方でも今まで例えば200プリムの人も、はい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 、ね、250とか300とか使えるようになるから、うん、だからこの1シム丸ごと使えて5000プリム儲けたらば楽しいよね、うん、楽しいでしょう、もういいわね、え、うん、ほんとほんと。というわけで、こちらぜひね、とってもお安くなってますのでレンタルしてみてはいかがでしょうか、はい、ドミニクさん早口じゃないのよ。そう、クリさんならやってくれる。やってくれないわ、はい、ベロロロン、ベロロロン、ベロロロンのやつですか。やらないわ、やらない、ね、やらない、ごめんなさい。というわけで、以上、ジャバラエステートから
不動産情報でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、はい、4月を迎えて平成29年度スタートでございます。うん、でまあね、卒業して新しく入学する方もいれば入社する方もいますし、まあ、いろんな感じでスタートですけども、まあ、新入社員、まあ僕のところの会社にも新入社員入ったんですけども、もうね、眩しいね、もうね、なんか若い頃思い出す、若い頃っていうかね、ウイウイシーっていうかね、もうね、なんだろうな、あー君たちはこれからどんどん汚れていくんだなみたいな、まだ知らないんだな、会社の中の泥臭さとか社会のしがらみとかいろんなものがあるのを ね、まあ、ね、知らないんだなとか思いながら、いや思ってみてますよね。年度始めのなんていうんですか、社長が喋るのをこう、はい、テレビ会議のシステムでこう全部の、視点つないで見るんですよ、うん、で新入社員の紹介とかやるんですよね、うんうん、で今回も見たんですけど、まあまあもうね、まあまあまあ新入社員だなって感じがしてて、そう考えたときに新入社員、まあ、会社に入ってからいろんなことがこう経験するわけじゃないですか。で必ずしも会社に入ったらこう普通通り順風満帆にいけると思うなよと、いろんなことがあるんだぞと。それも先輩のね、僕たちはもう今までいろんな修羅場をくぐってきていろんなことをやらかしてたので、じゃあ今日はそれを話しましょうかっていう感じで、時間も制限がありますから、まあ、ちょこちょこちょこっといきますけど、なん か、はい、仕事でやらかした、すげえやらかしたっていうの、なんかクリアさんありますか。すごい人に迷惑をかけるくらいってことでしょ。まあそうですね、まあ自分の中での尺度でいいですけど、あでもね、あんまりないんだけど、優秀な、あの行かなきゃいけないところで違う、まあ会社は同じ会社なんだけど、はい、同じ会社の、うん、例えばその研究所がこことあそこにあったとしたら、うん、あそこに行かなきゃいけないのにここに行っちゃったってことはありましたけど、ああそれは何あそこの研究所に行くはずだったのが違う研究所に行ったっていうのは、そう行っただけで済んだんですか。間違えて行ったからまた戻って違う方に行ったんですか。間違えて行って、はい、そうあ先生今日ここじゃないですよって言われて、あ行けなそうだったって言って、うん、すっごい車飛ばして、あーもう完全に、じゃあもう場所を間違えたんですね。間違えた、それはもう間違えたことによって結構いろんな問題が、問題はでもまあ遅刻しましたぐらい、あそうですね、でも遅刻した分その分はもちろんあの埋め合わせるので、さすがですね、そういう感じぐらいから行った方がいいですね。いきなりドーンとしたのをこうぶちかますと、なんかあれなんで、ドーンってしたの多分ないんでしょ、私とケメキチないんじゃないかな。なんでなんつうの、私とケメキチはないかなって、まるで俺だけしかないみたいなケメキチはなってないね。なんかだってこのお題決めてきたのマトさんだから、マトさんありそうだもん、ありたそうだよ、話したいから多分言えてきたんだと思う。いや僕はね、うん、新入社員にっていうキーワードだけで考えたんですよね。新入社員の思い、そうそう、新だってやらかすの早すぎません、新入社員まだ入ったばっかりよ。それで、うん、新入社員の頃の話をしようかなとかって思って考えた時に、でそれだけでなんかあれだなと思って、うん、なんか社会人になってからやらかしたことをドーンとなんか出せばいいやと思ったんで、ないですかそういうの。じゃあ、マトさんあるんですか。僕はありますよ。僕は、うん、じゃあどっちの方がいいです。先にケメキチ行った方がいい。ケメキチ行った方がいい。え？いいです。だってじゃないと、すごいドーンってきたの来たら、その後言いにくくなんない。そうだよね。うん、じゃあ私先に言うけど、はい、でも私会社員じゃないから、
あの自分の音楽の方でやらかしたこと言っていい？いいですよ。軽めなやつ。はい。はい、重めでもいいかな？重めでいいですよ。とりあえず軽め。ライブの時に、ベアトップの衣装を着てたんですね。うん、怖いわ、それだけ聞いただけで。やったのか？あの、ベアトップの衣装落ちました。え、じゃあ。マジで？マジで落ちそうって落ちちゃって。え、どういう状態になったのそれ？え、あ、だから、あの、見えちゃった。え、その中にはちゃんと着用したんですか？あの、ヌーブラを すごいな、それベースのやつで、あって思って、落ちたって思って歌ってて、あれって思って、ライブ中だったらさ、ベージュのヌーブラだったらもうまるでポロリじゃないかってみんな思ったんじゃない？うん、だから、あの、前にいたお客さんがすごい喜んだ顔したの。あすごいね、それ。それってすごいよ。うん、ねえ。ってか、だから上、上半身が。上半身、うん、だから。上半身が見えた。すごいでしょ。さっきの品分状態でしょ。あ、そう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 、そういうこと、そういうこと、そういうこと。そうそうそう、うん、で、あーって思って、あ、脱いだったって思って慌てて振って戻して何事もなかったように歌い続けた。いやいやいや、え、でもさ、ベアと、え、でさ、どうして落ちたの？いや、引っかかるものがなかったかな。え、だけどなんかほら、こうなんかゴムが入ってるとかエラスティックになってないか？あ、そうなんだけど、ゴムが入って出たりするじゃない、うん、だから大丈夫だと思ったら、うん、落ちた。ゴムが切れちゃったとかじゃなくて、ね、切れちゃったとかじゃなくて本当に落ちた。それって、あ、懐かしい。それってあれですか、あの、遠回しになんか、あの、まるっきり引っかかるものがないんですって言ってるんですか？あの、貧乳なんですって言ってる。自分で言ってるわけですよね。僕そこの貧乳っていう単語を言わなかったんですけど、自分で言ったから僕もう全然お構いなしに言いますけど、自分が貧乳だっていうことを今言ってるわけですよね、それね。はい。それなぜそういう状態なのにそういう服を選んだのかっていうのが僕ちょっとわからない。いや、だからゴムがあって、うん、そのヌーブラしてたから大丈夫かと思ってたの。はいはいはい、はい、落ちないって。なるほどね。うん、うん、あ、なかなかパンチがありますね。そうそう、すごいすごい。でもね、今ローカルでね、ヌーブラヤッホーっていうのはすごい懐かしい。すごい懐かしいの。そう、なんか面白かった。ね、うん、ね、そう、でもね、思ったのは、うん、あの、後で、あの、意外と恥ずかしさっていうのは全然感じなくて、うん、後で思ったことは、うん、ベージュのヌーブラは色っぽくないなって。あ、を反省して、ちゃんと黒のレースのヌーブラ買ったの。それね、落ちる前提ですか？次落ちること前提だな。それはまあ、ある意味作戦なんじゃないですか、これ。もう。そんなことない。それなんかスイッチプチッと押したらパチンと落ちるようになってるじゃないですか。いや、違う違う違う。違う、そんなことはない。うん。あ、ドリちゃんがね、とりあえず乳首は死守したので、オッケーじゃないのって言ってる。まあ、乳首を出しちゃったらもうね。うん、もういっそのことそのベージュのヌーブラに乳首をかくぐらいの感じなんか。で、見せてないのに見せた感みたいなね。そうそうそう。で、あの、ライブに来てるお客さんは、あの、見れてないのに見れた感みたいな。そうね。男の、だからそうそうそう、ハートかなんか書いておけばいいんじゃないの。そうそうそう、バッテンマークとかね。それ色気ないわ。色気はないですね。ハートでいいのよ、ハートで。でも強烈なの持ってきたじゃないですか、ケメキ。ね、すごいじゃない？そう、やった。ね。じゃあ、はい、と、つまちさん。あ、あのですね。そうそう、さっき言うの忘れたんですけど、4月の17日？あ、はいはい。あの、さっきの話ですね。そう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 。あの、前説の時に流れてたかどうかわかんないんですけど、SLTV 開局して今度の4月の17日で何8周年、8周年8周年になるそうなんです。おめでとうございます。イエーイ。
8年や9年目ってことすごいですよね。そう、まるまる8年経つってことですよね。すごいですね。すごいですね、本当にね。ちょっともう一瞬聞いた時になんかちょっと吐き気を思うよしましたけど、8年ってすげえなと思って。すごいね。うん、僕お疲れ様ですね。本当みんなお疲れ様ですね。うん、すごいよ8年ってすごいわ。でも僕その前からやってるんで、僕2002年からずっとネットで一番最初喋り始めたのは2002年なんですよね。うんうん。でそれからずっと なんだかんだとこうなんかいろいろやってきて、でそうするとこの入社時期のネタとかって結構やっぱり今まで何回も言ったことあるんですよ。だからもうどうせ多分昔から知ってるメルモとかもあそれ知ってるわと思うかもしれないですけど、僕ね、そうそう最近すごく思うのが、今の新入社員のなんかそういうのとか歓迎会みたいなとか、オラオラ飲め飲めみたいなのないじゃないですか。今行けないから、うん、それが、うん、でもうしばらくそういうのってもうそういうの見てないし聞いてもいないんですけど、僕らの時はもうオラオラがすごかったんですよ。僕の時ね、なんか知らないけど、うんうん、飲み会が好きな会社だったんですよね。一番最初に入った会社っていうのが、うん、社会に出て最初の入社した会社っていうのが、うん、で飲み会が好きな会社の、まず飲み会が好きな会社まずもうほんと嫌でしたもん、飲むのは嫌いじゃなかったけど、もうなんかほらもう絵に描いたような先輩とかがもううわーって来て、ほら新入社員みたいな感じの、ほら後輩みたいな感じの、そういう飲み会が多い会社だったんで、うん、一人で飲みに行くのは大好きだったんですけど、もうその飲み会がすごい嫌だったんですよね。でもう何が一番すごかったかって、新入社員は4月の1日かなんかの時に、うん、新入ってすぐ、歓迎会みたいなのをこう全部でやるんですよ、支店で、うん、部署じゃなくて、うん、で、新入社員は ステージで歌わさられるんですよ、カラオケを。ステージですごいですね。で歌わされるんだけど、うん、俺それは聞いてたから歌えって言われたから歌ってたんですけど、うん、まさかのあれですよ、横綱になった時のこうあんなでっかいなんて言うんですか、杯を持ってこられて、あれで飲まされると思ってなかったんですよ。怖いね。そうだ、今ありえないでしょ、今ちょっと事件になってますよね、それやるとね。俺その時にその歌ってて感想かなんかの時に、先輩が杯、うん、でっかい杯持ってきて、でもドックドックビール2本ぐらいつがれて、でもそれをねガーって飲んだんですよ。すごい怖い。飲んで、でもう飲み終わる頃、飲み干す頃にちょうどカラオケも音楽も終わって、でもうすごい無理して飲んだんですよね。でありがとうございましたって言ってステージから降りて、テーブルに戻らないでまっすぐホールの外のトイレに向かって歩いてって、で今でも覚えてますけど、ホールのドアを開けてトイレの入り口に向かって直線上にまっすぐ歩いてる最中からマーライオンでビールを、もうもろビールだけですよ、もろビールを出す、辛いですね。でもね、もろビールをマーライオンのまんま歩いていきますよ、俺。やーだー、あれはつらかったな。俺ほんと死んじゃうんじゃないかなと思って、ほんとすんごいつらかった。その多分ね、後にも先にもね、その手のマーライオンは初めてです。でもマーライオンになっちゃったからよかったね。そう、逆にマーライオンになってなかったら本当に逆になんないと怖いですよね。一コロだったかもしれないですよね。うん、いやもうね、あれは本当今思い出してもね、ドミニクさんもね、土鍋でビール飲むことって土鍋で飲むってさ、それそれってさ、鍋やった後にの土鍋にビールじゃないよね、まさか。すごい、それだったら嫌だよね。酔っ払った勢いだと分かんなくなるからね。でもなんか全然酔ってないのに、はい、土鍋を持ってきました、じゃあ土鍋でビール飲みましょうとかさあんまりないからさ
それ嫌だよね。すごい、うん、まあそんなことをふっと思い出しましたけど、まああとこの後また僕の持ってる 最大級の、 あの失敗談はまた後ほど言いますけども、はい、じゃあここ何ですか、白菜入りのビール、いやダメでしょ、それやっちゃダメなやつじゃん、やっちゃダメなやつじゃないですか。あ、そっか、今日あれか、たびたびの出張インフォメーションないんだもんね。はい、はい、そうです。あ、ないんだったらじゃあ、はい、このまま話しちゃいますわ。あの、はい、僕今まで多分あの社会人になって、うん、一番多分巨額な損失を負わせた大失敗が多分それだと思うんですけど、僕あの、はい、SE だった時があって、でその時にあの SE って言ってもあのこうなんていうんですか、システムのちっちゃいシステムじゃなくって、あのでかい工場自体を全部をこうシステムでコントロールするためのシステムを作ったりとかしたんですよ。あの自動車あのメーカーとか、あと製鉄会社、製鉄所とかありますよね、製紙工場とか、そういうでっかいところのプラント系のシステムを作る SE をずっとやってたんですけど、前に。でその時にまあ、あるその製鉄関係のそういう会社だったんですけど、うん、そこの新しいこうシステムを作るっていう話になって、で工場1個丸ごとシステムで動かすってすごい規模なんですよ、うん、で そうそうそう、で鉄を作る時って鉄鉱石をこう溶かして、でそれをこう鉄にしていくんですけど、はい、その溶かすための熱ってどういう風に作るかって、まあいろいろな作り方あるんですけど、うん、石炭あるじゃないですか、石炭、うん、で石炭、大量の石炭でこう火、その鉄を溶かすための熱を作ってるたまたま工場だったんですよね、そこって。で、うん、じゃその石炭をそのまんま火をつけて燃やして熱効率が悪いんで、あらかじめ分かりやすく言うとね、うん、あらかじめドライヤー、でっかい巨大なドライヤーでもうすごい量の石炭にこう熱を加えて、でその熱を加えてる状態で、うん、火をつけていくと熱効率がすごくいいんですよ。でもそういうシステムって世の中にはその時存在しなかったんですよね、うん、でそれを初めて作りましょうって話になって、でやってたんですよ、そのシステムを作ってやってたんですけども、で原料となるその石炭をこうもう何キロ先からベルトコンベアでずっとこう港からこう工場の方に運んでくるのも自動でやって、でこういろんなこう機械を工場を通ってこう最終的にはその、ね、溶鉱炉の方にこう行くみたいな感じのそういうところだったんですけど、そのさっき言ったでっかいドライヤーみたいなので、石炭に余熱をこう加えるっていうのはどういうことかっていうと、でっかいなんか壺みたいなものを想像していただいて、壺の真ん中にこう網があってバーベキューやるみたいな、でそのバーベキューの網の上にこうすごい量の石炭 を入れて、で下から熱風をかけると流動化現象っていうのが起きるんですよ。流動化現象？そうそう、石炭ってこう石みたいなゴロゴロしたもんじゃないですか、はい、でそれが大量にあってそこに熱をバーッと熱風をかけると、まるでこう水みたいにこう波打つんですよね、うん、へえ。でその状態になったのを送り込むんですけど、でもそれって熱を加えるんで、石炭ってこう、うん、やっぱり可燃性のものじゃないですか。でそうすると、うん、間違えてしまうと、うんうん、それが爆発しちゃうんですよね。え、うんうん。で爆発しちゃうと、これどこの工場でもそうなんですけど、爆発しちゃうと一番怖いのは何が怖いかというと、中のものが燃えることよりも設備が壊れるのが怖いんですよ。だからわざとそういう爆発しそうな建物とか工場とかっていうのは、うん、天井とかに薄い部分を作っておいて、うん、爆発したらそこから抜けやすいようにしとくんだ。そうそう、圧力が抜けるように爆発弁みたいな感じのものをつけておくんですよね。で僕その SE だった時にその
こうシステムを作ってて、でやるシステム出来上がりました、データでのチェックは終わりました、うん、じゃあ実際の実機を使ってやりましょうっていうふうに、実際の工場を使って石炭をこうベルトコンベアで流してやってみましょうって話になって、でもそういう工場のシステムってもうセンサーがいっぱいついて、もうすごい 何千個何万個っていうセンサーがいっぱいついてて、でこう何か非常事態があったらこう止めるとかってい こうそういうシステムなんですけど、で実際にテストをやった時に僕が、うん、あのデバッグをする、あの要するにテストをしてた時にあの、うん、使ってたセンサー の、あの、うん、ダミーのフラグっていうダミーのセンサーがオンしましたっていうその信号を取り除くのを忘れて、うん、あのベルトコンベアがこう、うん、止まらなくなっちゃって、石炭がどん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 その、あのでかい、うん壺の中に入ってきて、で熱が異常に上がっちゃって、うん、爆発したんですよね、本当に本当に爆発しちゃったんですよ、わお、大騒ぎになっちゃって、でも爆発したといってもさっき言ったように爆発弁があるん でその爆発弁が天井に6枚ついてるんですよ、5メーター5メーターぐらいかなんかの、それが6枚ついてて、それが吹っ飛んだんですよね、全部いっちゃったの。もうね、ローカルでずっと爆発じゃないかっていうのがずっとフラグ出てたんだけど、本当に、マジで本当に爆発したんですよ。で本当に爆発しちゃって、でも稼働する前のシステムだから、もうそのシステムっていうか稼働する前のその建物なんで、で建物は無事でしたと、うん、爆発弁が、あ、なるほどね、そう爆発弁が吹っ飛んだんで、うん、建物は無事でしたと。でも創業が、あの時創業がね、あと1ヶ月後かなんかか2ヶ月後に迫ってたのかな、1ヶ月後かな、2ヶ月もなかったんだな。で、じゃあ爆発弁で抜けましたと、まあ、まあ損害賠償になりますよね、結局は、うん、あの要は、うん、それで創業が遅れた場合、1日遅れた場合いくらって、すごい巨額のお金が取られるんで、プラント工場ですか。でもとりあえず創業自体は間に合いそうだなと。そうなんだ。そう、でも爆発弁6枚飛んだじゃないですか、うん、でもその爆発弁って日本にはないもの で海外で作ってて、当然あの、うん、飛行機で積んでこれるわけじゃないんで、船で持ってこなきゃならないって話になって、船でもちろんその爆発弁は特注で、うん、その時でね、弁だけでね、3000万ぐらいしたんですよ。へ、うん、うん、大変だ。そうそうそう。で、6枚とか5枚で3000万。そうそう。それとも1枚。いや、1枚じゃない。ほんとね、多分6枚で3000万だと思った。で、それは材料費だけですよ。で、他にその結局それを据え付けたりなんだかんだりとか、持ってきたりとかなんだかんだりで、すごい金かかった。たんですよ。で結局それって、うん、うちの会社で持たなきゃならなくなって、いやー、そうで、それでいろんな結局そういうミスが起きると、うん、査問委員会とかいろいろあるわけですよ。いや、で、うん、俺ねその時初めてね、もう SE もやめようと思って、うん、もう落ち込んじゃって、落ち込んじゃって、そりゃそうだね、うん、いやちょっと、とんでもない金額違って、うん、それを会社に、ね、その俺がテストで残したたった1個のデータの0か1かのその信号1個のダミーのデータでそれが起きたわけですから、うん、でもうね、その爆発した後でそのもう工場に戻ってくる、そこの工場の人たちがもうすすで真っ黒になってこう戻ってくるわけですよ。でも笑えないよ。そこでケメキシがなんでバカ笑いしたのかこれ全然わからないんだけど。今絵が浮かんだと思うんだけど、そうそう、笑うとこじゃないなと思ったけど、ケメキシがバカ笑い、バカ笑いしたのにはちょっと俺は面白かったんだけど、すごい落ち込んじゃって、もうやめようかなと思って、で上司に、でその査問委員会に行く待ってる間、いや上司に言われて、もうやめようかなと思って、もうやめたいですみたいなこと言ったのよ。そしたら気にすんなって言って、いい上司じゃん、俺なんか8000万だぞって言われて
いやその人は8000万のミスをしたことがある。ああ、じゃあ上には上がいるんだね。 それを言われて、あ、じゃあ俺より上がいるんだと思って辞めないでいたんですよ、その時はね。よかったよかった。いやケメキチの爆笑には俺ちょっと気持ちは分かんないよ。だからそう、真っ黒だからね。そうそう、そこはね違うんだよね。というわけで、また後ほど時間があれば、あの、他の方の、あのお話を聞きますけども、とりあえずここでやることを全部やっとこうかなと思います、はいはいはい、ちょっと早いんですけど、はい、こちらのコーナー行ってもいいですか。ん、何竹下星占い。ああ、じゃあちょっと待ってくださいね、はいはいはい。え、なんかあれ、なんかあれなの、クリオネが準備することがある。え、読んでます？ああ、そうです。もう読んでます？読んでないです、読んでないです。はい。どっちなの？あ、おかしい、涙が出てきた。え、なんで？え、だってもう真っ黒焦げって聞いた途端にもうすごいおかしくて、おかしくて。ケメキチひどいよね。あんまりひどいよね。でもその前のさ、ほら製紙工場行った時にさ、うん、東京さんがすごい男らしい工場、男らしい工場ですよ。それが超ウケたし、すごく大変な話なのに、そうそうそう、結構なんかおかしかった。黒焦げで爆笑したケメキチは俺の中では結構トラウマになりそう。こちらのコーナーです。たけしも知らない。あ、今日なんでこんなに駆け足か知ってます？知らないでしょ。面白いけどね。いいことですよ。そうそう、忙しいんで今日番組終わったら打ち合わせがあるんですよ。打ち合わせっていうか、まあ、軽めな。へーじゃないよな。で、だってへーしか言えない。いや、来週、次回ですね。うん、え、今日打ち合わせはないですよ。打ち合わせ、あれマイクテストはないの？違いますよ。あ、変わったの？特に、もうお知らせちゃんと読みましょうね。俺読んでないわ。はい、じゃあ後で。あ、ないのね。あ、駆け足しなくてもいい感じなのね。はい、わかりました。いや、駆け足はしてください。あ、はい、そういうことね。はい。あー、ごめんごめんごめん。じゃあとりあえずやろうか。はい、はい、そう、竹下星占いということです。本日の担当者の方です。すごい早めに呼ばれたし、早めにこれやってるからちょっと見てる人もびっくりしてるんだと思うんですけど、まだ11時半なのに。ええー、本当だよ。でも普通10時から始まって12時には終われてる、ね、そうよ。で今日はなぜ早く感じるかというと、はい、その前に40分、ま、遅れてるから、ほぼほぼ1時間ちょいの番組になってるんですけどね。それでは本日の担当者でございます。こちらの方です。どうも。どうも、こんにちは。こんにちは。大変困惑中。そうですね、僕もね。僕もちょっとね、あの今日はね、さっき、いやでも言い方変えたら、さっきあの番組始まる前のトラブルだったじゃないですか。あの時に鬼のようなスピードで直したのは、はいはい、今日は絶対12時に終わらなきゃまずいんだっていうのがあったので、あ、そういうこと。それがあったのですごい頑張ったし、すごい焦ってたんですよ、うん、でも、なるほどね、それがないって今分かって、うん、まあまあ10いやいや、まあ、いや大丈夫です大丈夫です、まあ、11時半にねこの竹下星占いをやるっていうすごい健全な感じがしますよね。はい、健康的な感じですね。さあ、それでは、担当者でいたリーナさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんか新入社員とか、え、そういう頃のなんか
社会に出て最初の頃ってなんか覚えてます？あの時はこうだったなとか。新入社員みたいな感じで社会に出てないので、うん、あ、そうなんですか。あの、ただなんか、うん、人前に出て喋るじゃないですか。あ、言い方変えましょうか。あの、メジャーデビューをした時、あの、初めて本当にお客さんの前で喋るっていうのが、うん、SETV じゃないですよ、うん、あの、真っ白になって、はいはい、止まっちゃったことは。あ、完全にフリーズしたってことですか。完全にフリーズして、あ、次何やるんだっけっていうのはあります。緊張ありますよね。そうですね。あと逆にあの、うん、前屈してて寝ちゃったことがあります。いやおかしいよね、それ。長くないって言われて、はって。ちょっと待ってくださいね。今ね、あの、はい、僕たちのこの今スタジオにいるね、あのお客様が本当に、はい、何でしょう、あのお下劣な方が多いので新入社員って言っただろ。誰が新入社員って言ったよ。新入社員だろ。なあ、聞こえたよ。どこの社員。もう今の世の中新入社員なんて言ったらもう即もうあれだよ、もうセクハラで訴えられて終わりだよまあまあまあ、まあ、というわけで、それでは、はい、今日の星占い行ってみましょうか。あの、ディレクター席でよろしいですか。あれ、今どこですか。ディレクター席におりますが、そのままで。あ、いいですよ、そこにカメラ。じゃあカメラ行きますか。はい、はいはい、はい、いいですよ、はい、こっち来ますか。あの、ただなんか、そうですね、行こうと思ったら行きますので。じゃあ、あの、今出しますんで、さーっと出していただければ、あの、パパッと。わかりました、はい、じゃあこちらの方へ。はい、はい、出ました。ずれました。完全にずれてますね。ずれてますね。回転技だったね。もうこうなるとちょっとフィックスが難しいんですけ ど、あ、ちょっと。まあまあ、どこでも大丈夫ですよ。あのカメラで、はい、終えるでしょうから。はい。なんとか、はい、はい、やっております。はい。お待たせしました。いいですよ。はい、大丈夫です。はい。このアバターは何アバターですか。これ最近気に入ってるんですけど、あの、ココさんのお人形部門の。やっぱりそういう感じなんですか。お人形みたいですね。はい、球体関節人形ですね。変態関節人形どんな耳してるんですか。耳腐ったんかい。何、これは、あの、球体関節人形っていう、あの、あ、関節が玉になってるんですね、はい。そうそうそうです、はい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 、で、あの、ジョイントでこう、あの、関節が動くお人形ってあるじゃないですか。はい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 、はい、うん、あの、原宿駅行くと四ツ谷市も人形学院っていうのがあって、あ、そんなんでどれも、あれですね、あの、男の子たちは分かるかな、あの、学級員みたいな感じですね。は分かんない、分かんないでしょ、多分分かる人、よし、通じて分かる人しかも、うん、学級員か、確かに学級員じゃん、そう、マグネットでね、手足がバラバラになったりくっついたりするんですよ。はあ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 、鋼鉄ジーグ、こ、あ、ちょっと楽しそう。鋼鉄ジーグと、鋼鉄ジーグの後、楽器員じゃなかったでしたっけ。鋼鉄ジーグの後って楽器員でしょ同じこと言ってるけど、それにやっぱ地球を守る系の、もちろんそうですね、ロボット、あの、ゲッターロボ系のやつの、あの、こう流れみたいな感じですよ。なるほどね。楽器は覚えてない。え、鋼鉄ジーグの、鋼鉄ジーグがその初代なんです。あれ、マグネットでくっつくの2つなんかあったはずなんですよね、ドラ、あの、漫画でアニメで。もうそんな話を長々引っ張ることもどうかと思いますので、どうぞ、ね、行きましょうか。じゃあ、どうぞ、ね、はい、はい、この竹下星占いでは、ジュノフェイラさんによる各星座の4月8日から次回放送日の4月22日までの運勢について、
運気が最高の1位の星座と、ちょっと運気が落ち込み気味の最下位の星座をお届けします。はい、はい、それではまず1位の星座の発表です。よし、あー発表するぞ。1位だぞ、運気のいい方の星座だぞ。それではどうぞ。はい、1位は私、乙女座。1位は私ってどうかな。1位は私、乙女座ですか。斬新でしょ。いいですね。 またしてもなんかジュノさん予言的な狙ってるね。ね、お当番が、なることが多いんですね。はい、確かにそうですね。うん、確かに。水亀座ないの。それね、あの言うだろうなっていう話を事前にあのジュノさんとしてはいたんですけど、ね。まあまあでもね。でしょうか。そこでね。次あるかもしれないですよ、水亀座。それはもう星の。この後にあるかもね。この後にあったら嫌だ。この後あるかも。この後は嫌なんだよ。それじゃ困るんだよね。それじゃ困るね。うん、ではお願いします。はい、第1位乙女座、お忙しい日々にやっと一段落をつけることができそうな時期です、はい、ご自身のことよりも他の方のために動かれることが多かったり、うん、そのことでかなりの時間を割かれてた方もおられるかと思います、うんうん、見られてるね。そういったことも落ち着いてきて、やっとご自身のペースを取り戻せそうです。今後はご自身の目標に向かい進むこともできそうです。大きな企画イベントごともサクサクと役割分担が進み、思われているよりも早く夢が実現しそうです。はい、あ、夢が実現。また少々遠い場所でのコミュニケーションに関して敷居が高い、ちょっと出向くには難点があるけれどもと二の足を踏まれておられる事柄には思い切って出向かれて吉です。そのトランプさんの前とかそれぐらいの感じですかね。そんなかい相当敷居高いですよ。高いっていうか相当高いですけど、なんかすごい心当たりがあってドキドキ しまくるんですけど、どこですか、この結果。いや、あのずっと行きたいと思ってた台湾に、はいはいはい、行くんですよね、なんかね、来月、はい、行くんですよ。なるほど、いいな、行けないと思う。台湾ってお土産は何、うん、台湾はいろいろあるけど、カラスミとか、はい、あとパイナップルケーキとか。あるある、パイナップルケーキ、うん、なんかクッキーみたいなのだけど、パイナップル味。そうそうそう、外側がクッキーみたいで、パイナップルあんこ、うん、なんか乾燥パイナップルっぽいような、なんか、ね、美味しいんですか。うん、美味しいよ。美味しいです、美味しいです。あとは何でしょう、いろいろあるけど、あ、そうだ、あの針金ハンガーの巨大なのがあります。針金ハンガーのが巨大なのってどういうことですか。あの針金ハンガーなんだけど、すごく大きいのでバスタオルがバサッてかけられる。あ、そういうことで、あ、バサッとって、え、バサッとってどういうこと、横にっていうこと。そうです、そうです。そうすると、あのこう物干し竿に竿にかけないでハンガーにかけて、小スペースでバスタオルが干せるんで。ああ、まあまあまあそうですね。相撲用っていうらしいです。それでも邪魔だよね、そのハンガー。すごい、それ楽しみで買いに行こうと思ってるんですけど、ね、台湾みたいな、もう楽しみ。あ、続きお願いします。はい、続きですね、うん、はい、精神面でも充足を得ることができるかと思いますが、うん、事前に専門的な知識を備えられていかれることを、うん、ルールを重視なさることがとても大事になりそうです、はいはい、うん、金融に関しても出入りが、うん、出入りが、うん、かなり大きくなられそうですが、これ本当にそうです、ね、決して悪いことではなく良い流れができてくるかと思います、はいはいはい、お使いになられた以上の見返りがあるはずです。なるほど、いいじゃない。2億つぎ込めば3億戻ってくるってやつですね。
こんなに何気にパイナップルのやつ美味しそう。そう、そうですよ。メルモは出してきたんで、うまそうな。これ甘くて重たいけどね、うん、いいと思いますよ。そういうの僕甘くて重たいの結構好きなんで。ああ、そういえばアップルパイも大好きです。好きかもしれないですね。あんな感じなような、うんうん、ちょっと中身のフィリングが、アップルパイ食べて地になってもいいかって言われたら別に地になってもいいです。いや全然そんなそんなに痛くて全然大丈夫、うん、そして恋愛面なんですが、はい、カップルさんは思い出に鍵がありそうです、うん、お二人で過ごした昔の話をなさったり、うん、お写真などを一緒にご覧になられることでよりお二人の間の絆が深まりそう、うん、そしてシングルさんは昔の恋、うん、特にあまりよろしくない恋の経験が次の恋愛に大いに役立ちそうです。なるほどね。なるほどね。無駄はないよってことね。経験っていうことだよ。そう、あの人と別れてよかったと思えるようなそんな出会いがあるよ。僕は常にそう思ってます。常に昔の恋愛はもうそれはもう全て今につながってると思う。ああそう思わないでやってる。あのカレーの材料を投げられてよかった。そうそうです。カレーの材料投げられたりとかね、車からいきなり降りようとされたりとかね。何のアクション映画ですかそれ。すごい。そういうの全部その今の僕があるために必要な恋愛だったと。喋りネタとしてね。そうですね、うん、そうね、肥やしね、うん、そして、はい、まあそんな乙女座さんの幸運の鍵はイルカ、はい、イルカ、これね気になるんですよ。ひらがなで書かれてるんですよ、イルカ。名残雪の人それともソガのそれでもあの必要か必要じゃないかのイルカの方かもしれないですね。これイルカ、ね、いやイルカかもしれない。そうね、まあ、多分何かしらそう何かしらイルカにご縁がある予感があって書かれてるんですよ。なんだろう、イルカにご縁がある、ご縁がある予感が。イルカってやっぱそしてそれはね、なんでしょうね、ご自身が計画なさらなくても何かイルカに関する物事が出てきて。イルカに関する物事って何ですか、それ何だろうね。なんか水族館行くとか前を横切るとかいや、イルカがイルカがイルカ、あ、なんかほらイルカのマークが入ったトラックが通るとか、うん、イルカあとかね、イルカのマークが入ったトラックって何ですか。分かんないけど新しいこう宅配便がこうもう猫とか飛脚を抑えて、あアリさんとかね、アマゾン配るよみたいな、はいはい、イルカさんマーク、ね、そう、何かイルカに関する物事が出てきましたら幸運の合図だと思われて OK。 案外名前がイルカ、 T シャツとか、 そういうのもあるし、イルカさんっていう名前の人かもしれない。本当にそうだね。そうね、そうそうそう、テレビつけたらもうずっと名残雪、名残雪、そうだ、名残雪ですかね、うん、そう、そんな感じで、きっといいことがあると気分を高めてみてください、うん、ということなので、うん、イルカ、なるほど、いろんなイルカね、うん、ちょっと楽しみにワクワクしながら台湾に行った時にこう盗みをこう働くこうなんか窃盗団みたいなのをこうカバンをこうガッて盗んでいこうとした時にこうすかさずそこでドルフィンキックをね、ドルフィンキック陸上でどう、陸上でもドルフィンキックをお見舞いしてやって難を逃れるとか、ね、そういうことなんですよ、うん、そういう感じのね、うん、いろいろ考えたらキリがないけど、いろいろ考えたらキリがない。目の前をイルカ T シャツ着たなんかおっさんが横切っていたりとか、うん、そんな話で終わるかもしれないけれども、でも全てそれは幸運の合図、うん、はいですって、ね、言ってたら今ねジュゴンさんがねイルカが送りつけられてよかったじゃないか。やったそのことを予期してたんじゃないの
あ、そのことだね。ジュゴンさんからイルカをいただけるっていうことをね、ジュノさんは幸運の、幸運のもうなんか幸運の鍵がジュゴンさんぐらいの勢いですよね。ちょっとつけてみましょうか。はい、つけました。はい、ついてますよ。いいですね。ね、プルプル回ってますね。本当だ、可愛い。あ、でも本当にこういうご縁だったんじゃない？そうなんじゃないですか。こういうご縁、うん、うもしかして今これで終了とか使い果たした感じですよね。終了AFK 終了。やー、幸運の合図なのよ、これが幸運の合図なんですね。アウェイフのキーボードっていう。そうね、ね、きっといいことがあるんだよ、これから、うん、ビジーとかがこうクリックすると変わるんですね。うん、いいですね。優れものですね。優れものです。イルカ今幸運の合図くるくる回ってます。頭の上を回ってて、うん、素晴らしい状態になってます、はい、ちゃんと泳いでるもんね。そうね、うん、水に入るときにガム噛むよねって。水に入るときにガム噛むよね。何の話ですか、ドリさん。どういうこと。いや、ドリさんがですね、水に入るときにガム噛むよね。水に入るときガム噛まねえだろ。トリトンって書いてあるけど、トリトン、海のと、海のトリトン。トリトンガムは噛む、え、ガム、なんかそういうキャラクターがいるの。海のトリトンっていう、ま、アニメですよ、昔。昔版、はいはいはい、アニメがあった。そう、ありました、ありました、うん、イルカに乗る、はい、イルカに乗る感じですよ。大好きですよ、ガム。水に入るときにガム噛むの。いや、ガムマナー悪くない。ガムとかガム噛みながら海入っててさとか言わないよね。ね、ちょなんか海の部屋守るしみたいな感じ、うん、ね。酸素を出すガムはドラえもんにあったけど、まあだんだん分かんなくなってますね。こんなふうになってきてね。じゃあ、以上、いい方でしたっけ。はい、はい、乙女座、はい、1位乙女座は以上です。さあ、じゃあ次いきますか、はい、はい。そして、この時期ちょっと運気が落ち込み気味な星座は。さあ、参りましょう。運気が悪すぎてこの後うなだれる、そんな星座はこちらの星座だよ。ドン。双子座さん、残念。さぞ残念なんだろうな。双子座さんっていらっしゃいましたっけ、双子座さん。誰かの親戚とか誰かそうだった、ね、そうだった。そんな感じでしかいたかった気がする、うん、インドなお方一族に一人いらっしゃるぐらいの感じかな。もうインドの家族は誰かしら何かに属してる感じがする ね, ね 何だかに、ね、属してる、うん、とりあえずなんか今この界隈にはいないですね、うん、今いらっしゃらない、まあ、じゃあボロクソ、うん、ボロクソ言っちゃっていいですよ。はいはいはい。でもいや、もうドリあのドリさんじゃない、何言ってんだ、ジュノさんが書かれた通りに、ね、はい、読むだけですけれども、はい、ちょっと今あのすごくあれですね、放送音声とあのスカイプの音声を聞きながら、それがすごいタイムラグがあって非常に混乱しながら喋っております。申し訳ございません。どっちか片方外した方がいいかもしれないですね。なんかあの片方外しますとカメラがずれますね。あ、なるほどね。はい、なかなか難しいところです、はいはいはい、片左耳は放送音声、うん、右耳はスカイプを聞きながら、手は左の音声に合わせていうことをやりながら呼んでおります。そんな再会双子座さん、はい、お届けいたしますよ、はい、大変、はい、人の親切がありがたいと思える時期です。ちょっと待ってください。ちょっと今土井善晴さんみたいになって聞かけてるんで、うんうん、ちょっと落ち着かせてください。はい、だそのことで頭を悩ませる出来事が起こりそう。思い込みが大変な事態を招きます、うん、ご自身の問題ではあるのですが、何か裏があるはずと素直に好意を受け取れなかったり、言葉尻を捉えてネガティブな考えになったりと、一度泥沼にはまるとなかなかそこから這い上がれなくなります、う
わ、表に立って何かなさるよりもきちんと客観的に物事を考えられることが大事、うん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 、冷静さは捨てられませんよ、ご注意が必要です。冷静さ大事だね、はい、ね、うん、金銭面でも安いと思って買ったものが高額だったり、わお、安いと思って買ったものが高額ってどういうことですか？まあ、あのゼロを一つ見落としていたというような思い込みで、ラッキーの方じゃなくてね、してしまったり、うん、そうそうそう、あのありますよね、あのアマゾンでワンクリックで買うっていう、はいはいはい、はい、あ、怖い怖い怖い、そういうことってありますよね。あ、怖い、ダメダメ、はい、ゼロを一つ見落としていたというような思い込みでお買い物してしまったりという落とし穴があります。あれ3回ぐらい、最終的に4回ぐらい聞いてくれた方がいいよね。そうね、今あなたが今本当に本当にこれいいの？みたいな、ポチって言ったら、わかった、うん、一応でももう一回だけ聞いておくけど本当に買うの？みたいな。そう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 、そう、それぐらい聞いてほしいのね、届けるよ明日。そうそうそう、もうこれ押したらもうもう引き落としだよみたいな。そうそうそう、それは確認すべきですね。そうだよね。あ、そう、本当にこの後ね、特にインターネットでのお買い物には十分な確認とご注意が必要になりそうです。怖い怖い、うん、ね、うん、そして恋愛面ではカップルさんはお相手の方が何かと忙しく、なかなかあなたとの時間を作れなくなりそうです。うん、寂しい。その上わがままを申されますとぐったりとなりそうですので、なるべく癒しの時間を作ってあげられるようにと心がけてみてください、うん、あ、お相手を疲れさせちゃうから注意ってことですね、うんうん、そしてシングルさんは少々理想が高くなられていませんでしょうか。あら今日結構ガンガン来るね今日ね、これ、うん、ガンガン行くね、うん、ダメダメよっていうことが結構多くて、ここはいいけれどもここがちょっとというように見る目がかなり厳しくなられている状態と言えます、うん、今の時期は気持ちに余裕が生まれてから恋愛に踏み込まれる方がベターかも。ベターね、ベターです、気をつけてくださいね、うん、そして幸運の鍵はリサイクル品、うん、はい、なるほど、不要だと思っているものでも見直してみると使えるものや、ゴミだと思って重ねておられたものでも、うん、意外な用途が見つかりそうです、うんうんうん、まだ使えるからと愛用されているものはこの機会に買い替えられて吉です。うん、なんか後ろで英語が聞こえんだけど、英語が聞こえましたね、なんでかチャンネルって聞こえた。よく聞こえたよ、うん、止めた止めた、クリオネの方なんだね。ごめんね、どこのどこの男連れ込んでんだみたいな感じだよね。いやいやいや、本当ね、うん、グッドルッキングガイとか後ろにそうですよね。はい、ま、はい、双子座さんそんな感じでした。なるほどね、いいしょっていうことで、はい、双子座さん今日なんか結構切り込んでましたね。切り込んでましたね、うん、だから注意することが多いので、そう、ね、まあ、ジュンさんの親心というか、なんか、そうですね、母心的な、うん、なんだろう、感じますけどね。バツイチでもいいじゃないかっていう東京さんの文字が今目に飛び込んできてると、いきなり何をおっしゃる、前後の会話の流れがわからないから突然そのバツイチでもいいじゃないかっていう、それは何なんだろう、何が、何があった、東京さん、テルミって誰、テルミクラブ、あ、テルミクラブの、うん、はい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 、もう私いろんな人から、うん、台湾手配したのテルミクラブじゃないでしょって聞かれまくりで、そうだね、言っちゃいそうになる、ね、それだけやっぱ大きい会社だったんだね、俺知らなかったんだけど、テルミクラブって知ってました、このニュース出る前から、1年以上前から今回の台湾旅行用意、あの準備してたんですけど、うん、その時調べた時からいろいろ評判は、あ、そうなんだ、あ、そうだったんだ、はい、ちょっとレビューとか見てて、あ、これはちょっと使えないと思って、ここ怖いなと思って、うん、ここだけはありえないと思った、あ、そう、へー、はい、そうなんだ、あのお金払ったのに
あのチケットがなかったとかホテルが取れてなかったとかそういうレベルではなかったですけど、うんうんうん、いろんな評判がちょっとかなりこれはあれだなと思ったので。口コミが悪いってこと？口コミが非常に悪いのがありました。旅行代理店とかそういうところで口コミ悪いの怖いよね。ねえ、怖い。あの日本語で全然 OK、 添乗員が完全につきますって書いてあったのに、うんうん、あのいざ行ってみたら入社1ヶ月2ヶ月の新入社員が何にも聞いてないですって言いながら添乗員って、ういういしいじゃないですか、ういういしい、ういういしいって言わないいいなぁ、そういうウェブシーのことみたいな感じ。すごいよね、もうなアトラクションみたいでなんかワクワクするね、それね。ワクワクするよね、冒険な気はかなりするけどね、うん、なるほど、うん、さあそれではじゃあ最後締めてもらいましょう。はい、今回の竹下星占いは以上です。あなたのもとにたくさんの幸せと星の奇跡が降り注ぎますよう、ジュノフェイラさんからの心からの祈りを込めて、次回の星占いまであなたの毎日が全然何にも考えてなかったパイナップルケーキたっぷりでありますように。はいということで本日の担当リーナでした。ありがとうございました。ありがとうございました。なるほどな、うん、いやまあまあまあ、今日駆け足で番組の方やってきましたけども、うん、新入社員にとってこうなんかためになる話は何もできなかったなと確かにためにはならないけど、あでも上には上があるんだなっていうのがあったかもよ。そう ね、うん、でね最近僕ね、うん、すごく言いたいのは、うん、あのまあ、新入社員の皆さんに、まあ、一つ言えるとすれば、はい、君たちの先輩は君たちを育てようと思って厳しい言葉を言ってるわけであって、それは決してパワハラではないからねということを僕は言う。あ、そう言いたいわけ？言いたい。あ、じゃあ結構厳しくしてるんだね。僕ね、あの全然新入社員とは関係ないんですけど、あの、はい、まあ、会社がちょっとこう合併みたいな感じでなって、うん、まあ、僕のところに来てる派遣社員の人がいるんですけど、うん、俺ね、ほんとね、ほんとに派遣社員にはね、ほんとに運がないんだね。全然ダメだね。あ、新しい派遣社員の方もダメだっていう意味ですか？ダメだね、ほんとにダメだね。それでね、俺はおこ失敗したことに関してはガーって言うけど、そうじゃない時にたまたまなんか、うん、あのまあ、これをちゃんと自分で考えてやりなさいと、うん、っていうのを言ったらなんかあのグズグズ言い出して、あの、若干問題になったよね、うん、そうそうそう、でもそんなことでパワハラみたいな扱いされるのみたいな。へえ、そうなんだ。まあ、今何でも難しいね。難しい、本当に難しい。なんか褒めれば褒めたでセクハラになるでしょ。褒め方にもよるよね。褒め方によってで、ほら言い方によっては指導がパワハラになったりとか、うん、ね、いろんなハラスメント関係が今いっぱいありますよね、本当ね。うん、さっきね、うん、ローカルのチャットでもうずいぶん流れちゃったんだけど、はい、あの、うん、さっきほら8000万って言ってたでしょ、はい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 、でも億単位の損傷を出した人がいましたよ。あ、この中に？わお、うん、すごい。私証券会社にいて売りと買い間違えたことあるわって。何それ。あー、モロじゃないですか、ゲンノモじゃないですか。いやー、ね、怖いね。ドリちゃんだけど怖い、ね、うん、そういうのって保険入ってるんでしょ。なんかあるんでしょ。どうなのドリちゃん。俺の時は保険入ってたからなんか結構普通入ってるよね、企業ね。そうそうそう、うん、ね、すご
すごいよね。怖いね、でもそういうのはね。本当に。やっぱね、俺本当ね、今この年になってね、本当思うのはね、俺は本当にカフェをやりたい。カフェ？もうひっそりカフェをやる、こうね、やって、こうそれで、こうそういうこう社会のこうもみくちゃにされる感じじゃないところでも、こうなんかこう、あ、小鳥がさえずってるねぐらいな感じのね。そういうなんか。カフェ舐めんな。いや、もちろんカフェ舐めちゃいけない。分かってるよ。だからね、よくほら脱サラして蕎麦屋になるバカな親父がたくさんいるじゃないですか。だからもうあれも本当にね、蕎麦屋舐めんなっていう感じの話でね、カフェを舐めんなっていうのはもちろんそうなんですよ。でもやっぱ夢見たいんですね、これぐらいの親父になると。そう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 。まあでもね、別にそんな普段からこうコーヒーにこだわりがあってどうのこうの言って飲んでるわけじゃないのに、カフェやるとこわけわかんないこと言ってるもんね。意味ない。カフェに行ったらいいじゃん、とりあえず。いや、違うんだよ、ケメキチ。違うん、行くのとやるのとじゃ全然意味が違う。もちろんやるって言ってやれるわけはないのは、まあ、分かったんだ。やっぱりこう、なんかこう、なんかこの間亡くなった誰でしたっけ、おひょいさん、おひょいさん、はいはい、すごい素敵な、あれはカフェバーみたいのかな、やってらっしゃったんですね。おひょいさんならね、なんかその時にテレビで取り上げられてたけど、そういうのいいな、なんかそういうの素敵だなって思いましたよ。そうそう、そういうの、そういうの、ものそういうの、そういうの、ものそれ、うん、ね、なんかすごいクラシックな感じの、そう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 、ヴィンテージものみたいなね、すごいおしゃれなの、そうそうそう、うん、すごくおしゃれで、そういうの、そういうの、それそれそれ、ね、そのね、カフェ行ったらとかじゃないの。やるんだったらまず行ったら、まあまあ行ったらいいんだけど、いや俺だから俺大丈夫、俺SL の中で相当相当勉強したから。相当違うよね。でも違うけど、いろんなこうなんていうこうインテリアとかそういうこうもののこうなんとかとか雰囲気とかそういうものはもういいだけ SL でこう予行練習をしてきたから。なるほどね。でもそう考えたら SL っていいよね。うん、そういう模擬的な感じでこうなんかいろいろ作れるから、できるもんね。イメージすごく、うん、気分が、うん、味わえる。気分も味わえるし、こういう風なこう店のこう作りをこうしようかとかできんじゃん。うん、そうだね。簡単なんですね。それはすごくいい、ね、シミュレーションできるもんね。できる、うん。まあさすがにここにイルカを置こうかとかできないけど。いや。だよね。そうね。まあ SL はイルカを開けちゃうけどね。そうよ。うん。まあそんな感じでお送りしました。ケッサジェットシティ。それでは、はい、エンディングに参りたいと思います。さあ番組始まる前に私の放送するためのパソコンの1台がクラッシュしてしまい40分遅れでスタートしました。来週じゃないや次回の時はこのパソコンは直ってるんでしょうか、どうなんでしょうか、分かりません、はい、ということで、まあ4月に入りましたけど忙しい方は忙しいでしょうし、うん、藤根さんはどうなんですか、年度始め。私はね、4月は年度始めは忙しいですね。やっぱり忙しいんでしょうね、うん、うん、まあでもね仕方ないですよね、これはね、それが正月に合わさってると嫌ですから ね、ゾッとするよね。俺昔はなんか、うん、なんでこんな3月と4月でこんな年度とか作ってんのよとか思って、1月でいいじゃんとか思ったけど、1月にこの年度始めの忙しさとか年度末が12月とかってもう冗談じゃねえよって感じになるから、これぐらいでちょうどいいんだろうね。ああ、そうね、そうだね。ねえ、クリアナさん今日いかがだったでしょうか。そうですね、まあこれからなんか大失敗をしたらすぐに報告して、うん、報連そうね、報告連絡相談して乗り越えたいかなと思いましたよ。そうですね、僕から一つ言えることがあるとしても、でも報告する相手を、はい、
選ばないと。あ、控えると大変ですよね。はい。そうだね。そんなクリオネさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。僕はね、それをね、言われたんですよ。報告する相手をしっかり選べて。僕、直の上司に必ず報告をしてたんですけど、今までの癖で。うんうん、で、ここ最近になって分かったのが、そいつの考えと、そいつの考えと支店長の考えが全く合致してないから、こいつに相談しても意味がないっていうことが分かりました。うん、はい、ああ、なるほどね。学びました。うん、はい、俺の2年間を返せみたいな感じですね。さあ、ケメキチいかがだったでしょうか。はい、もし何か壁にぶつかったときに、私にその話をすると、途中で大爆笑されるかもしれないので、本当だよ、私に言わない方がいいと思います。これ、もしリアルタイムの悩みだったら、多分、こいつ殴ってやりたいとか思ったかもしれない。だってさ、黒焦げになった人が出てくる姿を思い浮かべたらすごいおかしくなったな。黒焦げになってる人が出てきてるおかしくはないだろ。なんかそこで笑うのおかしい。そうそうそう、すごい爆笑してたから、あ、ちょっとカテゴリーが違うんだなと思って。カテゴリーが違う。ケメキチでした、ありがとうございました。まあでもね、笑い話にできるようになっただけまだマシですかね。まあね、私散々言われるようなんですけど、ローカルで何を言われてるんですか。クリさんのほうれん草は報復進撃進撃連打な、何連なんだ、なんで書いてたのこれ。連撃連撃、そうそうそう。怖い。いや、その前にほら、何でしたっけ、私はね、報告より報酬って、あ、復讐報復報復って言われたんだ。うん、ひどいよね、みんな。ひどいわ。私そんな怖くないのよ。ね。さあ、というわけで、皆さん、まあ、お花見そろそろという方もいらっしゃるかもしれませんけど、飲みすぎには十分注意してください。うん、そうね、はい、いいですか、うん、終わりますよ、うん、いいですよ。なんか言いじゃれないことありますか。なんかあるなら言っていいですよ。言っていないこと、はい、なんか、え、言っていいの。なんか言いたいなって思ってたことがあったんだけど、いい、なんか止めに入らなきゃならないようなことじゃなければいいですよ。え、うん、別に、はい、この前ね、はい、友達と友達の息子、はい、14歳の子とカラオケに行ったの。はいはいはい、うん、で、そのカラオケ散々やった帰り道に、うん、その14歳の男の子にね、うん、言われたのがね、うん、なんか私のことを見て、うん、なんかクラスの女子より声が高いねって言われたの。あ、何、それは普段話してるとき、そうそう、話してるときの声が、うん、最初お母さんの声より声が高いよねって言われて、はい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 、はい、で、その次に、うん、クラスの女子より声が高いよねって言われて、うん、なんて返したらいいのかわかんないなって思ったことを言いたかった。見てる。それどういう意味で言ってるんだ。声が高、弾けてるねってこと言いたいの。ハイテンションってこと。そういうこと言いたいの。それとも本当に声が高いことを言いたかったのか。それ言ってればいいの。本当に。私の声は犬笛よりも高いわよって言ってればいいんだよ。そうじゃないけど。で、それでそしたらその友達、私の友達、お母さんなんだけど、うんうん、そうだってさ、この人と初めて会った時さ、絶対声優かと思ったんだよねって、そんな声してないって言われて、うん、で、その息子が、うん、そうだねって、何この親子の会話って思って。林はパーコみたいってことかしらって言われて。
ほう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 とか言わないし。林家パー子ってすごい高いよね。高いね。確かに、まあ、パー子レベルまではいかないけど高い。でもなんか最近、でも最初の頃って別にさ、ケメキチってさ、ハイテンションを売りにはしてなかったわけじゃないですか。最近売りにしてるの？最近売りにしてるよね、ハイテンション。え、別に売ってないよ。売ってないけど今日もでも結構、ね、高い高い。そう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 。最近なんか高めのレベルに入ってきてるよ。そうね。だから多分、だから前に比べてなんか、高くなったよね。うん。本当？ああ、そうかもね。なんか前そんなイメージなかったもん。なんか。そっか。いいんじゃない？元気いっぱいだから。うん。もう、うん、俺の方がほらもう衰えてきてるから下がっていく一方だからさ。いや。やだ。もうどっかでバランス取らなきゃないから、もう二人がどんどん上がってもらわないと。クリちゃんもさ、クリちゃんも。ほほほ私上がれないわ。クリオネね、クリオネね。こう一定のねラインを保ってね、アベレージのこうすごいこうねお利口なラインをね辿ってるのよね。何それ、ブレないですねそこね。で、でもなんかあんまり離れたらやだ。いやいや俺たちは今下から上を向いてこう手を振って見守ってるよ本当に。えー、やだこっち。いやそっちにはいけないわあの高いところにはねいけない。あの高いところもうなんか3日ぐらいなんかやられそう、なんか体がやられそう、やられるんだ。そうそうそう常に重点中クリア重点中ね、そうそうそう。その充電をね8個バーンと出さないんだよね。いやいやそんなことない。充電して放電して充電して放電してみたいな。でも常にあの 98% ぐらいまでずっと保っていってるんだよね。はい、さ あ, あそんな感じで、今日もお付き合いありがとうございました。また次回お会いできるの楽しみにしてます。というわけでお相手は私マートとこの方です。私クリエイト、はい、ありがとうございました。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。 Thank you for boarding and see you in journey. バイバイ。Check one, check one. When I come down, I come down like full sun.